お疲れ様です。お疲れ様です。〇〇の話にまで登場してきやがって。そうですね、ちょっと一つだけ本当にあった社長〇〇の話ね、はい、ちょっと俺一人で単独でやってたんですけど、そうですね、手伝ってくれるってことがあって、まあ結構なんかそんなえぐい話はできないんですけど、うん、そのディープな話は、うん、まあちょっと僕こう来たのってまだ本当に2年ぐらいじゃないですか、うんうん、それまでにあのちょっと地元の塗装屋さん、本当、うん、なんていうんですかね、個人経営の塗装屋さんでやってる、うん、親方が70代ぐらい、うん、で、ね、まあ、当時多分60後半ですね、うん、で奥さんも現場一緒に出たんですよ、うん、でそれ結構修行してて、もともとの方でこの前の親方よね。そうです。ちなみにあのよく出てくるあの可愛いってね、そうです、一級の元ボスも一緒に働いてたのね、はい、ですごい親方なんだね。すごい、それでの伝説本当に結構もう本当にあった丸々の話使えるもういっぱいあります。親方のいっぱい聞いてるね。すごい人なんだね。本当に面白いですけど。めちゃめちゃすごい人。すごい人かつ面白いっていう。面白いんだ。そうです、うん、でまあその当時その河合さんっていう、うん、さっきの説明あった人と僕と、で親方と、親方の奥さんで、でこういうアパート入ってたんですちょうど、うん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 、でアパート入る時って結構、うん、なんていうんですかね、この共用部とかにこうやって寝地とかバーって引くんですよ、上に乗るのに。分かる分かる。で今この現場って軒手張ってあるじゃないですか、うん、じゃなくて張ってなくて鉄骨抜き出しの現場で、うん、もう錆止めの塗装しないといけないんですよ。あ、ここにも錆止めを全部、もうこれは鉄骨抜き出しで、そうです、要はあの共用部の通路みたいなところが鉄製できとったんだ、はい、そうです、うんうん、でその錆止めをちょっと塗りましょうっていう作業をしてたんですね、うんうん、で、まあ、ちょっと問題を起こしたのが、まあ、その奥さんなんですけど、うん、親方の奥さん、まあ、奥さんも現場で出たの。そうです。で、60代後半ぐらいで塗装もしとったの。塗装してます、ね、あ、60代後半で。そうです。まあ、ちゃん、まあ、ちゃん、ちょっとこれ取ってみたいなすごいね。そう、すごいです、本当に。へぇ、表情もすごい綺麗で、でその人ってもうすごい僕らのことを可愛がってくれる、かつ、うん、動物とかペットとかもすごい大事なんですよ。野良猫おったらもう持ってきちゃう、うん、かわいそうだもんねって、うん、優しいんだ。優しい。でも虫にも優しくて、うん、でよく現場で、僕岐阜だったんですけど、うん、あのヤモリっていうんですよ、壁に張り付いたトカゲみたいな、うん、トカゲみたいなですね。いや、うん、結構いて、うん、でその錆止めがついちゃったんですよね、うん、もう本当に尻尾に一二滴、うん、場所、あのその虫についたってことでしょ。ヤモリ、ヤモリにトカゲですよね、言ったら、うん、トカゲの尻尾にわさび止めがついたんだ。それ一味的、もうそれ気づいただけですよ。すごいすごい、本当に。でそれ誰が気づいたの。奥さんが、その動物大好きな。ああ、そういうこと。あ、はいはいはい、もうその動物大好きでもその一滴二滴ついたので、うん、もう悲鳴が聞こえて、うわーみたいな。どうしたんだろう、なんかあったこと、うん、それ先に言わなかったですわ悲鳴からいかないかと。あ、悲鳴が聞こえちゃった、突然悲鳴が。最初は 何か知らんのでしょ、自分も。そう、やーみたいな感じで聞こえて、ちょっと俺らの悲鳴ひどいけどね。そうですね。キャーみたいな。キャーみたいな感じだよね。ほんなんだみたいな。どうしたどうした。親方もどうしたみたいな感じで、ダーってみんな言って、うん、そしたらいやヤモリに錆止めついちゃってる、かわいそうみたいな。うん、僕らからしたら、あ、ちょっとついてるぐらいだな、うん。まあ別にそんな害ないでしょ、うん、尻尾の。あ、まあそうだよね。まあ取れてくるしね。そうそう、かわいそうだなっていうぐらいじゃないですか。うんうん、それを僕らだと普通に逃がしますよね。うん、そしたらもう、もうかわいそうかわいそうって言って、うん、なんかもうちょっとそれ病院連れてきたみたいな。あ、そのヤモリを。そうそう。で、その一滴二滴ってペース早くない？早いですか？これ、どんかつなんでね。ちょっと、まあ2分なんでね。2分や。早っ、もう、ちょっと忘れて、全然早いな。さっき俺に話してる時の方がちょっと面白かったわ。あ、使っちゃった。すいません。チラッと聞いてるんで。それ、カットですか？いや、カットできないもん。カットできないもん、これ。やばいっす。場所が。で、まあ、その、サビ止めがついちゃって。まあ、ついちゃって。で、まあ、その、焦ってる、焦ってて。カメラ回ってる、焦ってる。あ、僕焦ってない。で、ね、そのヤモリ一匹を、あ、うん、ヤモリ、うんうん、ヤモリを一匹を、うん、そのちょっと病院に連れてきたいね。あ、病院、もう、そう、何を病院連れてきた。錆止めを取るから。錆止めつ、とい、ついてるから取りたいから。うん、それを親方に相談した。それもすごいね。でも親方はそんなこと通用しんじゃないですか。何言っとんだろうね、鍵盤もあるし。アホか、絶対さ。そんな一滴二滴で何言うの。病院が怒るわ、みたいな。なんだそれ、みたいな、うん。自分のペットでもないじゃないですか。うん、ダメだ、ダメだ、みたいな。もうシューンってしてて、あ、奥さんが。そうで、もう病院連れてきたくてしょうがないよね。しょうがない。でも本当かわいそうだ、もうずっと見てるんですよ、うん、どうしようどうしようって言って、うん、で結局、うん、まあ奥さんなんとかしようと思ったんですよね。うん、なんとかしようって、なんとかしようと思って、うん、砂鉄あるじゃないですか。うん、砂鉄ってあの、まあ、塗装の塗料とか入れる、あの入れ物ね、塗料入れる缶ね。そうです、うん、そこに、はい、ラッカーシーナーを入れて、うん、そこにもうそれまずいね、ヤモリを投入したんですよ。洗ってあげるって言ってお風呂みたいな感じ。お風呂みたいな感じで強烈です。錆止めも溶剤なんで、なおかつ、うん、シンナー1個でしょ。そう、1個、うん、
もうすごい塗料なんで、あ、塗料シンナーでもすごいじゃないですか、うん、もうまあ、ラッカー特に強いよね。そうです、塗料用シンナーとかあるもんね。そうです、でそのラッカーがあって、その上にまあ39とか 99.9% か、うん、いろいろあるんですけど、もう本当に人間で言ったら全身やけどみたいな、うん、そうですね、もうその状態ですよねそこにもう投入されて、もう奥様方の優しさで、うん、綺麗になるよっていう、うん、取れるからって取ってあげようと思って取ってあげようと入れちゃったんですよ。シェアモリがもううわーって出てあかんあかんあかんって言って親方がやっとんだー、そんなお前全身やけどと一緒だぞーって笑っちゃかんねこれでポイって出してもうヤモリピクピクうわーって取ったら、うん、その奥さんもちょっとブルになるじゃないですか。かわいそうなことしてまったなった瞬間におやすさんがそのヤモリをブチャッとして嘘だ、こんちゃがないでしょ。でもなんかその楽に仕上げた方がいい、うん、逆に儲かったよね。そう、そこ使っちゃうよね楽に仕上げないと逆にヤモリはかわいそうだと思う。ああ、まあそういうことね。でも本当にもうあーってなってたんだ。そうそう、もうピピピピピって、うん、ちっちゃい生き物が、うん、最後のうん、断末魔みたいな感じでピクッてで、うん、その社長が親方がブチュッて踏み潰して楽にしたれとか言って、うん、僕らそれ見てて、うん、河合さんとふわーめちゃくちゃブルになって、あの逆もおった頃なんだ、若い頃なんだ、ほんとかわいそうでした。そうで奥さんどうなったの？奥さんもブルになってました奥さんが本当ごめんなさいとか病院連れてくって言ってたくらいのすっごい優しい奥さんだもんね。ほんと優しいですね、ほんとに。で親方も、うん、何ですか、その動物ってあんまお金とかなんていうか世話が大変じゃないですか、うん、で結構その現場とかでも野良猫がいて、うん、で親さん結構厳しいんですよ、うん、で野良猫が3匹いたんですけど、うん、まあって呼ばれてて、うん、まあお前ちょっとこの現場で、ね、猫絶対触んなよと。僕結構動物好きなんで、うん、結構触るんですよ、うん、でお前この現場触ったらお前もうダメだぞって、うん、そんなもん懐いてまったらって現場の最後についてきてまでやめろよって、うん、分かりました絶対触らないです、餌とかあげたら本当許さんでなみたいなバーッと怒られたんですよ、うんうん。そしたらなんかもう次の日社長が朝早くちょっと準備しててなんかトラックの段ボールと何て言うんですかタオルケットみたいなの持ってて、うん、俺これ3匹持って帰るわとかそんな話なかったじゃん最初にそんな俺僕らに違う話になっちゃって、僕らにバンバンそうやって言っておいて、うん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 、結局は自分が感情湧いちゃって、あ、そういうことね、触ってまったんだ。で、あの足場のシートとかあるじゃないですか、うん、でその建物の倉庫の中になんかアトラクションみたいな感じで作ってる、うん、ごっついおっさんがこれで遊べるだろ、おやすさんだもんね、おやすさんが、おやすさんだね。かえくんと天使くん育てたおやすさんだね。そりゃ厳しいわね、厳しいですが、バチバチだよ、もうあのこういう猫じゃらしとかいっぱい買ってきてやっとるんですよそれ見ても引いちゃうそうね、よしよしよし名前もなんか全員つけうわーそう、親方聞いたら怒るだよ、ひこわーみたいな、うそすごい可愛いな、すごいね、そんなんなのに、まあでもやめろ、まあでもこれ優しさだろうね、確かにそうだよね、ピクピクで、むちゃくちゃ苦しいとこだもんね、そうです、ね、それ全身やけどだもんな、そうです、地獄で、だから燃えとるみたいな感じじゃない、熱いし、そうです、すんごいつらいもんね、でも人間に例えたらもうドラチョクロですよ、これちょっと再生伸びるかな、やばいっす、ちょっと黒すぎて、これつくんじゃね、まあでも結構そういうことありましたね、ちょっとこれからね、本当にあった〇〇の話、まあちょこちょこ、俺一人であるのさ、山で行って寂しいからちょっとよかったらこれ、また二人で撮っても面白いかなと思って今日ちょっと手伝ってもらったんですけど、うん、まあちょっと皆さんもしね、よかったらまた丸つけてコメントつけてください。結構登ってたしね、そうですね、ちょうどまだこれ、昨日の朝か今日の朝かなんかに1本しか上がってないんだよね、諜報員になんちゃらなんちゃら、あ、そうです、そうです、ね、諜報員に本当に会社が攻撃されたんですけどじゃあ本当に会社攻撃された、会社全体が俺だけじゃなくてすごいね、俺だけだったんですね、めちゃくちゃかかるんですね、すごいあんまりかかれるもんね、うん、まあ、あんまりその人に見られたらあかんで、あんまり言えんけど、まあ、ここだけの話で、ここだけの話で、動画の中だけの話で、まあ、いっぱいまだあるんでそうそう、また面白い話ね、ちょっといっぱい持っとるんで、ちょっとまた出してもらおうと思いますんで、また見てみましょうか、はい、また見てね、ま